映画館。前身は1893年に設立された演劇場の弥生座であり、1921年に映画館に転換して帝国館となった。1945年6月の豊橋空襲で消失し、跡地には1945年から1950年まで第一映画劇場、豊橋第一東映劇場が存在した。 明治時代末期の上天馬2帝国館の前身は、1893年に上天馬町に設立された演劇場の弥生座である。1901年10月には、同じく上天馬町の朝日座で、豊橋発とされる活動写真の上映が行われた。明治時代の上天馬町には、弥生座の他に、朝日座と河原の座があった。1921年には、 やよい座が映画館に転換して帝国館となった。建物は木造2階建ての洋館であり、内部は天井が高く国際式のエジプト風絵画が飾られていた。帝国館は日活の直営だったが、昭和初期にはアメリカ映画も上映した。モギリ城はエプロンを羽織っており、2階席への上がり口には発表を来た下足板がいた。 二階席の前方には青い絨毯が敷かれており、後方は背もたれつきのチ椅子がひな団となっていた。一階席は七から八人掛けのチ椅子が並んでおり、中央の通路を挟んで、左側が紳士席、右側が婦人席、中央が同伴席となっていた。大正末期の時点では、豊橋市内の映画館は、当館のほか、豊明館、オペラ館、大森館、 金星館、ウラク館の五館が存在した。1945年6月19日深夜から20日未明、太平洋戦争時の豊橋空襲で消失した。この空襲では、帝国館の他に、西機館、キネマパワー、花田館、豊橋東方映画劇場も消失しており、一時的に豊橋から映画館が消えている。終戦後の1945年10月末には、 帝国館の焼け跡に第一映画劇場が開館している。終戦後の数年間は娯楽を求める豊橋市民で満員だった。ヨーロッパ映画の上映が多かったが、1949年には東映風切り館となって、豊橋第一東映劇場に改称。なお、この頃の茅町には、第一映画劇場、第一銀行、第一生命保険などがあり、第一通りと呼ばれた。 1950年に閉館となった。ありがとうございます。